照れましまし。他方面から煽られロシア語多発のアーヤが可愛すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。自己紹介でオタク趣味全般って言って周りが特に反応ないの逆にリアル。実際はいちいち嫌悪感を出したりとかしねえもんな。ゆきちゃん、アーヤさんに何か仕掛けるか。室田くん鑑賞タイム。多分今日でコミカライズに追いつく感じだよな。つまりは来週以降は未知の領域だ。今週もロシア語リスニングの時間がやってきました。実前からの大胆な告白を。この妹、外面は本当に完璧ですね。本当にまさちかくんに選ばれなかったことを残念がるゆきちゃん。愛しています。ただし家族愛。仕掛けるねえ、妹ちゃん。やったブラコン発言。大胆な告白は女の子の特権。クゼくんのことは渡さないから。まっすぐなアーヤと少しひねくれたユキ対照的だよな。まさちかくんを愛していると悪そうな笑みでアーヤさんにぶちまけるユキちゃん。比較対象に親を出している時点でお察しだが、アーヤさんにわかるはずもなく、妹の方が性的な意味で愛しているね。もう好きって言ってるようなもんですな。クゼくんのことは渡さないから。まあ、ことと次第でその人は義士にだな。ユキちゃんの表情がマジだ。言葉と合ってないのが怖い。こんな妹いたら厄介すぎる。ここで、アーヤ呼びなんだ。コミカライズだと、しょっぱなからだったから。そら実態は実の妹なんだから愛してるとかなんだとか言いたい放題な立場だよな。スオウユキのこのキャラデザで150センチという低身長設定なんやな。実舞ちゃんのこの悪そうな目づき。マーシャの事務処理能力、キサキの実動能力。サラシナの方が見た目は仕事できそうなのにマーシャの方ができる。紅茶にジャムはしたことない。プロテインはもっとない。ロシアンティーのジャムは紅茶に入れない定期。会長はプロテインでいい？おい、前話の姉号裏どこ行った？ギャグ要素あるの楽しいから好きです。夏でも冬でもアイスコーヒー派。ポットを事前に温めていない英国人からぶん殴られる入れ方。紅茶ってオールシーズンの飲み物じゃないんだ。プロテインを勧められるマッスル声優。そういやあの子ってまた登場するかな？ロシアに詳しい声優がすぐ近くにいますけどね。あの子と話すため、一体誰なんだろうな、すっとぼけ。ジャム舐めながらの本場スタイル。僕は普通にマーシャさんも好きです。紅茶にジャムって舐めるんだっけ？プロテイン、味がするものなの？いろんな味付けをされたプロテイン商品がある感じ？健康と美容のために食後に一杯の紅茶ロシアンティーを一杯。ジャムではなくママレードでもなく蜂蜜で、俺の妹とパートナーがシュラ嬢すぎる。シュラバーは強力な結界魔法。あーや可愛すぎだろ。マーシャさんの近くで出れるのはもはや露出癖では。全員であーやいじりに行くのいいっすね。今日はロに試合を多くていいな。ゆきちゃんの迫力ある愛してる宣言が堂々として素敵。こっちのゆきちゃんも魅力的です。ゆきちゃんの迫力に負けじとアーヤさんもクゼくん渡さない宣言、こういう展開好きです。無数アーヤさん可愛い。それはもうジャムを食ってるレベルじゃ。突如としてマーシャさんが凄まじい鉛で喋りそうな気がしてきた。ねえ何に言うんむ？いろいろあるよ。これね、紅茶って言うんだって。照れた。可愛い。大丈夫？ゆきちゃんシャワー浴びてない？とんでもない勢いで出れてますやん。あなたはそういうつもりでしたか、アーヤさん。字幕見てないと聞き取れないから唐突なロシア語要素が不便だわ。今日はボソッと出れてる可愛いアーヤさん。まさちかからしたら妹さんと付き合ってるの？って言われてるようなもんだもんね。先週ロシア語で出れなかった分今週バンバンロシア語出てくるんやな。あのクソデカジャム完食した後にロイヤルホストでも飲み食いするんだ。スオウ妹がちょい余計すぎる。ちょっかい出してて楽しめる方のイライラが育ってる。急に思い出したようにまたロシア語で出れ始めたな。なんかアメリカ大統領選みたいだな。ファミレスに誘われデートと勘違いしたアーヤさん。中東部に随分キャラが立ってる金髪ちゃんおるやん。漫画だと雪が様をのラブマシーンみたいなんだよな。しれっと。
しれっとすみれパイセンいませんでした。アーヤさん積極的ですね、好きです。中東部時代の生徒会長選は群雄割拠状態だった。ドカ食い気絶部。ちょっとパフェに気を取られただけ。提供で遊んでいるのかと思ったら本編でも大体同じだった。フィクションの生徒会ってめっちゃ権力持ってますよね。私が高校の頃の生徒会は、ただの先生の駒使いでした。格付けとか、妙な空気読んでる感とか最近の子供ってそんなんばっかか。バカなんじゃないの？あーや絶対聞いてなかったろ。バカミストローなんてクソですわ。ラブコメ中存分にガジガジできてなんぼよ。さっき出てきた金髪ドリルちゃんに期待したい。そもそもがそういう目的で来てないからな。まさかこれが自分の首を絞めることになろうとは。さりげなくあのかます負けヒロインとは違うな。パフェ一口どうぞサービスをシールあーやさん。関節にディープってあったんだ。めちゃくちゃ白い目で見られてるけど、漫画とライトノベルのいいとこ取りをしてるシナリオになってるが、テンポが良いので見やすい。が、そろそろもう漫画はアニメにスピードで抜かれるのではないか？原作ラノベでよかったな。ドリンクバーがあるファミレスでクリームソーダがあるですと、関節ディープキス。のシーンの客の顔よ。その変化そんな短期間だったんだ。アホなやりとりはするがおバカなキャラはいない世界。あーやさんマジ天使すぎる。どうしようこのスプーンこれで喧嘩一致すんのマジで草。この二人はイチャイチャしながらじゃないと真面目な話もできないんですか。結構しっかり頼むな。妹があれだから女の子慣れしているだろ。本当にあーやさんのロシア語最高だよ。お互いのちぎり関節ディープキスの証であるパフェのスプーンを前に苦悩するまさきかくんとあーやさん。関節ディープキスの時の周り顔面白かったな。ウェイトレスさんキャリさんかと思った。生徒会関係の話は面白くなさそう。みんなはエッチを求めてるんや。はい、性癖アングルありがとうございます。あ、やば辛さでも抱えてるのクソかわいい。なんだよ今の太ももカットは。まあところどころポンコツだから。おもろい方のゆきちゃん出てきた。デビルゆきさん、なんでバレてないと思ってるの。このファミレス攻めすぎだろ。出たー、小悪魔ゆきと天使マーシャ。天使マーシャさん雑魚すぎる。出た、小悪魔ゆきとエンジェルマーシャ。ファミレスにそんな激辛料理なんかないやろ普通。あちらの姉と自分の妹による天使と悪魔、ショー。マーシャが天使でユキが悪魔。妹が勝つの兄だからか。あや逆でしか得られない成分がここにはある。もしくはまた別のところで組んでるかもしれん。ここで秘密の教室か。あーやさん上坂すみれさんと花ふちゃんのデュエット最高すぎる。谷山。長谷川郁美さんが演じてるキャラか。かしくわしくないけどあーやさんと歌ってるの花ふ？お前絶対誰かに仕向けられたやろ。というかここまで生徒会に本気出す人って案外二次元だけだったりする？ゆきちゃんの表情好きだ。関節ディープキスもだけど、バイオレット先輩を見れたのが一番の驚き。まさちかの脳内に悪魔ゆきと天使あーや結果悪魔が勝ち唐辛子丸々一本。あの犬カレー空間的な背景でくんの知らない物語じゃなかっただと。神すぎるだろ。えてか今回の妹キャラ雪少ないなぁ。まああーや可愛かったからいっか。みんな、知らない曲でよかった。本当のエンディングなのかな。辛いもの食べるあーややっぱりいいな。あとあやのの声めっちゃいい。スミペのヒントを信じてよかった。そして花ふとのコラボとか。ついにあやのが出てきた。雪もいいけどあやのも良いキャラしてるんだよな。新キャラ来たなぁ。今回も可愛いあーや見れてよかった。ついにあやのが。雪の悪そうな顔すこ。知ってる人はすごい反応してるあたりと思えるが勉強不足やったな。今回のエンディング秘密の言葉歌すごい好きになれそう。苦手を隠し頑張るあーやさん素敵。このシーンの前の天使マーシャさんと悪魔ゆきちゃんの対決可愛すぎる。とりあえず今日の曲みんな知らないのが正しいらしいので安心した。これからもことあるごとに激辛料理を食べる羽目になるであろうあーやさん。哀れ。
まさかの選曲だったロシデレ6話エンディング。さて新キャラ出てきましたね。っとアーヤさんはあれですか、何個パフェ食べるんですか。実前であることを知らないアーヤさんに大胆なブラコン発言でノンケを制するユキさんがさすがだった。ファミレスでの悪魔のユキさんも存在感があったな。今日もアーヤさんデレッデレだったな。あと、SD キャラかわいい。エンディングは独唱かと思ったら、まさかのデュエット曲だとは。新キャラ登場で、次回はどうなるか楽しみだな。だんだんアーヤが攻めるようになってきたね。どんどん進んでいくとヒロインが出てくるけど、これロシア語要素自体はそこまでっぽくなってきた感じはする。アーヤさんは好きだからそこはブレンでくれ。妹モードに慣れすぎて幼馴染モードが違和感でしかない。アーヤさんとユキちゃんの対マン来るのか。ユキちゃんの愛の告白とマーシャさんが可愛かった。マーシャお姉ちゃんの参戦も期待です。アヤノちゃんとエンディングのアーヤが可愛くてしびれますね。ロシア要素がないことで有名なロシデレ行くか。ロシデレは米の要素がここまでずっと強いからしっかり笑ってしまっている。地あたりから漫画より先の展開か。時々ぼそっとロシア語で出れる隣のアーヤさん。6話完結キスは高校生男子にとってロマンである。ユキ声、しかしアーヤさんも負けてないな。ユキのあの悪い顔まさきかそっくりで、やっぱ兄弟なんやなーって実感する。悪魔ユキと天使マーシャ、可愛いアーヤとのアーンのくだり、やっぱり最高でしたね。そしてついにアヤの登場。控えめに言って最高。天使マーシャと悪魔ユキが出てくるのは良いし、関節ディープキスのところで口角上がりまくり。相変わらずユキの性格がモテ遊ばれてる。アーヤ可愛かったな。ラストアヤの登場。7話以降楽しみや。エンディングの花子さんコラボも激アツすぎる。アーヤがユキに迫られて動揺して、誰にも渡さないからと本音を言ってたのが可愛かった。6話はロシア語のデレが多くて可愛かった。ラストにはやっとアヤノが登場。来週も楽しみ。妹お前悪いやつだな。おいおい意味で。ファミレスのシーン良かったし、アーヤさん可愛い。最後には新たなキャラも登場したし、今後どうなっていくか楽しみ。ユキさんがめっちゃ悪い顔してアーヤを追い込んでいくのは笑いました。選挙戦より恋愛頭脳戦やってる方が好きですね。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。